2018年12月5日に、オーバードライブでデビューし、今年で5周年を迎えるファンタスティックス。表現者として異なるバックボーンを持つ彼らはデビュー当初、まだグループとしての色がなかった。しかし、この5年間で一人一人が輝く場所を見つけ、各人格用の色をまとうまでに成長。全員でファンタスティックスを採用、彩ってきた。前編はこちら、世界。 佐藤大樹、八木雄星、中島聡太。今だから言えるボーカル決定時のメンバーの後押しそれぞれが活動の幅を広げながらも、すべては、グループのため、だという。彼らを繋ぐあの日の約束とは、結成前から共に活動してきた沢本夏樹、瀬口玲や、堀夏樹、木村圭と。ファンタスティックスになってからはグループとしての夢を叶えるため、より自身と向き合い個性を磨いてきた。 今ではそれぞれの長所を活かしてグループに貢献する4人。長年、近くで見てきたからこそ感じるお互いの成長を聞いた。ケイトはグループの中和剤。この4人は、結成前からずっと一緒に練習している中ですよね。だからこそ感じる変化を教えてください。沢本夏樹、以下、沢本、木村、ケイトはグループの中和剤なんです。それは最初からですか 沢本いや、最初は全然違いましたね。木村敬と以下、木村、最初はみんなにいじられたら、ただ拗ねていて、笑。でも、ファンタスティックスに入ってからガラッと変わったんです。そうやっていじられることが、美味しい、って思えるようになったんですよ。沢本これって身はすごく難しいんですよね。僕らが、美味しいと思ったら面白いよ、って。 ずっと言ってきたことをちゃんと受け止めてくれて、変わってくれたんです。嫌なものは嫌なのが人間だから、そうやってちゃんとスイッチを変えられるケイトはすごいですよね。堀夏木、以下、堀、確かにケイトがグループがうまく回るための重要なポジションにいることはすごく感じますね。人当たりが本当にいいし、あとすべてにおいて優しいんです。 今朝も朝7時に僕個人の仕事が解禁されたんですが、前日に明日解禁ありますよね。何か使える写真ありますかって連絡くれて、解禁後すぐに SNS に載せてくれました。木村他のメンバーの仕事が決まるのも自分のことのように嬉しいですし、その経験がちゃんとファンタスティックスに帰ってくるのがわかるのですごく楽しみなんです。だから少しでも盛り上がるならと、 手伝いたいだけなんです。笑